から見た僕はきっとただの友達の友達、うん、たかがチヂミに向けられた笑顔があれならもう恐ろしい人だ。君を惚れさせる黒魔術は知らないし、うん、海に誘う勇気も黒魔もない。でも見たい、隣で目覚めておはようと笑う君を会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ、僕の元へ生まれた星の元が違くたって、偶然と夏の魔法とやらの力で僕のものになるわけないか。あ、なるわけないか。恋人になる人はモデルみたいな人なんだろう、そうなんだろう。そいつはきっと君よりも年上で焼けた肌がよく似合う洋楽好きな人だ、yeah、キスをする時も君は背伸びしている。頭を撫でられ君が笑い、まダメだ、何一つ買ってない。いや待てよ、そいつ誰だ。会いたいんだ、今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ、僕の元へ。君が他の誰を気になってたって、と油かたぶらな力で僕のものに、この胸の焦りに身を任せ、君のとこへ走ったとして、実は僕の方が悪い意味で夏の魔法的なもので舞い上がってましたって。怖すぎる、落ちばかり浮かんできて、真夏の空の下で震えながら君のことを考えます。好きのアイスの味はきっと、ウォーウォーウォー、会いたいんだ、今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ、僕の元へ。生まれた星の元が違くたって、偶然と夏の魔法とやらの力で僕のものになるわけないか。タノサです。今回は高根の花子さんを引き語りしました。ありがとうございます。カポは2、キーはマイナス7となっております。こんな切ないモテない男の歌が他にあったでしょうか。君から見たら僕はただの他人、知人 B だと。その知人 B にもそんな笑顔を見せてくれるんですか、花子さんと。なんて罪な人なんだ花子さん。で結局最後まで告白することもできずに、どうせかっこいい彼氏がいるんだろうと、洋楽好きな彼氏がいるんだろうと、ブルーノーマーズが好きなんだぞと、僕なんて相手にならないよで終わりますけど、僕が予想した筋書きがこうです。
おそらくこの高嶺の花子さんもですね、この冴えない男を気にしてんじゃないか、もしかしたら好きなんじゃないかと。もちろん恋人もいないし、未だかつて彼氏などいたことがない、ただ笑顔が素敵で明るいから友達が多いだけだと。男っていうのはね、この主人公と同じようにあまりにも素敵だとね、高嶺だと声なんてかけられない、周りのみんなもそうですよ。だから今この動画を見ている、最近気になっている人がいるけれど、どうせ彼氏がいるからと最初から諦めてしまっているそこの弱気な君、今すぐスマホを取ってその子に LINE するんだ。君の心の中にしまっておいた誇りをかぶってしまった気持ちを伝えるんだ、ということで、次回の動画もお楽しみに。マクターサでした。バイバイ。